こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。糖尿病ヘモグロビン A1C の基準値、正常値、考え方について教えてくださいという質問を時々受けます。糖尿病ヘモグロビン A1C とですね、血糖値、1、2ヶ月の血糖値の状態を表す糖尿病の見る上でとても大切な数値です。糖尿病とはですね、血糖値が上がりやすい体質、遺伝的な背景というものがあって、食生活、運動習慣の乱れが原因で発症をします。血糖値が高い状態が続いている状態、そして血糖値を下げる作用のあるインスリンというホルモンがなかなか効かなくなっている状態が糖尿病です。血糖値が高いとですね、ヘモグロビン A1C という値が高くなってしまいます。ヘモグロビン A1C は、高い方が悪いとされています。低い方が良いとされています。 6.5% 以上が糖尿病というふうに診断されます。ではですね、糖尿病ヘモグロビン A1C どのぐらいなら良いのかとかですね、あなたの現在の糖尿病ヘモグロビン A1C をどう解釈しているのかというのを分かりやすく解説していきたいと思います。まずはですね、 5.5% までの方、これがですね、健康診断や人間ドックで正常と判断されています。健康診断や人間ドックの基準でちょっと厳しいんですよね。早めに多分皆さんに注意喚起を促すことによって、食生活、運動習慣を早めに改善してもらうという狙いがあるのかなと僕は考えています。ヘモグロビン A1C 5.6% になると、健康診断、人間ドックで引っかかり始めます。食生活、運動習慣どうでしょうかというようなこうコメントがついてきたりもします。ヘモグロビン A1C 5.9% までの方、とても僕はいいと思うんですけど、一応糖尿病の治療目標としては血糖の正常化を目指す場合は 5.9% を目指しましょうという基準があります。完全にですね、糖尿病の状態から治したいという方は 5.9% 以下を目指していい良いのかもしれません。ヘモグロビン A1C 6% 以上ですね、特に6.4% の方というのは、糖尿病という診断にはまだ至っていないですが、糖尿病になる可能性、糖尿病となっている可能性がありますので、一度ですね、かかりつけの先生に相談した方がいいと思います。食生活違っていないか、運動習慣ちゃんと運動を行えているかとかですね、振り返りが大切かなと思います。かかりつけの先生にアドバイスをもらっても良いと思います。あとですね、他の病気がないかですね、コレステロール、中性脂肪、脂肪肝とかですね、肥満があるとか、血圧が高いとか、他の病気を合併してないか、このぐらいの時期に判断してもらっても良いかもしれません。ヘモグロビン A1C、6.5% が糖尿病の診断基準です。一応 6.5% 以上の場合を糖尿病と診断しています。6.5% を一度超えてしまったからもう、終わりだとかですね、もう一生糖尿病だとかですね、もう、元には戻れないとかですね、元の生活には戻れないとかですね、そういったことはありません。ほとんどの方がですね、お薬、インスリン、などを用いることもありますけど、食生活、運動習慣の改善で糖尿病を良くすることが可能です。 6.5% 以下に戻すことも、可能ですので、ぜひ、前向きに治療に取り組むようにしてください。糖尿病ヘモグロビン A1C ですね、 6.9% 以下をまずはですね、糖尿病の治療目標とします。糖尿病と診断されてしまったら、まずはですね、 6.9% 以下を目指しましょうということになっています。なぜ 6.9% という数値なのかというとですね、糖尿病の合併症、網膜症、腎症、神経障害を進めないためには 6.9% 以下に抑えましょうということになっていますので、糖尿病と診断されてしまったら、まずは 6.9% 以下を目指す、これが大体目標となっていますので、ぜひ、頑張っていきましょう。ヘモグロビン A1C、7% 以上の方、8%、9% の方、糖尿病治療、もうちょっと頑張っていきましょう。食生活、運動習慣、どうでしょうか、何かもうちょっとできることはないでしょうか。もちろんですね、お薬やインスリンなどの調節で下げることもできますので、かかりつけの先生とぜひ、相談するようにしてください。あとですね、一応 6.9% 以下を目指すとされていますけど、先月からですね、とか前の検査と比べて、ちょっとだけ上がってしまった、というだけで悲しくなる必要ありません。例えば 7.1%、7.2% でも大体 6.9% ですので、 0.1、0.2% ちょっと基準から外れてしまっただけで、そんなに悲しまなくて構いません。不安に思わなくて構いませんので、またですね、前向きに食事、運動習慣とかですね、改善していけばヘモグロビン A1C 下がると思いますので、そんなに後ろ向きに考えなくて構いませんので、前向きに治療に取り組んでいってくださいと思います。今日はですね、糖尿病のヘモグロビン A1C 基準値、正常値、あとヘモグロビン A1C いくつぐらいならどう考えるということをお伝えしました。大切なのはですね、大体このぐらいを目指すということです。大体 6.9% 以下を目指すとかですね、健康な方でしたら 5.9% 以下を目指すとかですね、大体このぐらいを目指すという感覚が大切です。数値にやっぱり振り回されて不安が募ってしまう方、中にはいらっしゃいますので、大体の、感覚で構いませんので、糖尿病ヘモグロビン A1C 改善するために前向きに治療に取り組んでください。